はい、どうもこんにちは、キトです。大数学のシャープ45で、今回、小空間と順動系定理と呼ばれるものに関して見ていきたいと思います。まあ、タイトルの通りですね。いつも通り、小、割ったものが、ちゃんと線形空間となるのかっていうことで小空間というような話と、順動系定理と呼ばれるような話をいつも通りしていきたいと思います。でも、言っている主張はもう大体、今までと全く同じでありますが、とりあえず V っていうのを線形空間というふうに、してあげて、W っていうのを、その部分空間というふうにしましょうと。こういったの部分空間。で、群の場合は正規部分群だったり、間だったらイデアルみたいな感じであったんですけど、この、線形空間の話においては何か特殊な条件は必要なく、単に部分空間で、問題はないんですけど、まずは、同値関係を定めてあげて、V の弦 XY に対して、X と Y に、関係があるっていうものを定義として、マイナス X たす Y っていうのが W に入っているというふうに、してあげましょう。で、こうすると、これっていうのはちゃんと同値関係に、なるんですけど、まあ、これは、まあ、群のところでの話と、同様で、なんでかというと、そもそも VW っていうのを見てあげたときには、K の作用、単位による作用っていうのを考えなければ、これっていうのは単純に可観群で、その、常用群を考える際と全く同じで、マイナス X たす Y が入っているよっていうことですね。まあ、これが同値関係であるということは、群の話で一応説明はできているので、まあ、それで、その同値関係であるということは、まあ、認めるというか、まあ、すでに分かっていることで、その小、この同値関係による小っていうのを考えることができて、いつも通り V÷W というような感じで書いてあげますが、これに対して演算を定義してあげるんですけど、これがちゃんと線形空間となっているという話なので、まあ、足し算とスカラー倍っていうのを定めてあげるんですけど、小ですので、X たす W というような形で書くことができて、Y たす W というような弦で書くことができるんですけど、これっていうのを X たす Y たす W、X の類たす Y の類っていうのを X たす Y の類として定義しようと。で、スカラー倍っていうものを A の X たす W っていうものを AX たす W、X の類を A 倍するよっていうのを AX した類として定めましょうと。で、一応まあ X バーみたいな感じで書いてあげるとまあ見やすいと思うんですけど、まあいつもと同じような感じなんですけど、X たす W で、X バーたす Y バーっていうのを、X たす Y のバーというふうに足し算を定義し、X バーのスカラー倍を、スカラー倍して、類を取るよというので、定義しましょうということなんですけど、これにより、V÷W っていうのは、線形空間となるよと。これは、チェックしますが、線形空間となる。一応これっていうのは丸1として後でチェックすることにして、この V÷W っていうのを、まあ、一応常用空間ともまあ言いますが、まあ、小空間という方が、まあ、僕は聞き慣れているので、ここでは小空間というふうに、言っていきたいと思います。一応常用群、常用間っていうのも、小群、小間というふうに、言ったりもすると思うんですけど、小体というような、あれは別の概念で、あるので、なんかそれと同じような感じで使うっていうのは、避けるために一応、常用というふうに今までは表記してきましたが、常用空間っていうのはあんまり聞かない、僕はあんまり聞かないので、まあ一応小空間というふうに僕の聞き慣れた方で、言葉を使っていきたいと思いますが、小空間と、言うよと。はい。なので、まあこれで部分空間あったら割ったらまた線形空間ができるよということを言っていて、じゃあこの丸1の部分だけちゃんとチェックしたいと思いますが、まず、まあこれ丸1の部分なんですけど、まず、ウェルディファインドネスを定義、チェックしたいと思いますが、ちゃんとこれが、この演算が矛盾なく定義されているのか。代表現 XY っていうのを取ってあげて、こう定義しているので、X' っていう X たす W、Y' っていう Y たす W の弦を持ってきてあげたときに、X たす Y たす W っていうのと、X' たす Y' たす W。これを今からチェックしていきたいと思います。これが言えると、矛盾なくとりあえずこの和が定義されているよということで、一応まあこれは群の場合と同様ですが、一応繰り返しになりますが、もう一回やりたいと思いますが、まあ WX というふうにしましょうか。
y' っていうのを y 足す wy みたいな感じで書けるので x' y' っていうのは x 足す wx 足す y 足す wy 足す aw 足す w っていうのはこうで x 足す y 足す wx 足す wy 足す w でここっていうのは、この2つっていうのはちゃんと w の弦から取ってきているのでここっていうのは w と一致して x 足す y 足す w ですよ。これで一応、まず足し算に関しては OK で、スカラー倍としてじゃあ、x' っていうのが、x 足す w の時に ax 足す w っていうのと ax' 足す w っていうのが、ちゃんと一致するのかっていうのをチェックしたいんですけど、これっていうのは、x' イコール同じく x 足す、まあ今度は w というふうに書きたいと思いますが、ax' 足す w っていうのは、a の x 足す w 足す aw で、ax 足す aw 足す w で、ここっていうのは aw の弦ですので、ここっていうのは w になって、これっていうのは ax 足す aw ですよ。ということで、ちゃんとこれもチェックができたので、ちゃんとこれで演算が定義されているよということに関しては問題はありません。はい。で、じゃあこれで和とスカラー倍が定まるよということで、じゃああとはちゃんと線形空間となるよということをチェックしていきたいんですけど、まず VW っていうのが、プラスという演算に関して、可換群であるという、可換群であるということに関しては、これは、群の場合と、同様ですので特に問題はなくて、まあ、この章もそれと同様に定義しています。なのでスカラー倍に関しての、チェックをしていきたいと思いますが、それっていうのは何だったのかというと、まず A の X、まあ、バー足す Y バーというふうに書きますが、これっていうのが AX バー足す AY バーっていうのをチェックしたいと思いますが、これをチェックしなければいけないんですけど、 A の X 足す Y バーになるよと、この左辺は。で、こうやってのは AX バー足す AY バーですよと。まあ、こう演算を定めているので、これをチェックしたいんですけど、A の X 足す Y バーイコール AX 足す AY のバーをチェックすればいいので、これとこれが同じっていうのは言えていて、だからこれが同じで、まあ、一つ目の条件っていうのは OK。じゃあ今度、作用の方に関して、まずじゃあ足し算、AX 足す、AX 後 X。バーで AX バー足す BX バー、これをチェックしなければいけないんですけど、左辺っていうのは AX 足す BX のバー、こっちは AX バー足す BX のバーで AX 足す BX のバーなんですけど、こっちは AX 足す BX のバーで、これは OK なのでこれが OK ということで2番も OK。 AB の X バーっていうのが A の A の BX バーに一致するっていうことをチェックしなければいけないんですけど、これっていうのは ABX のバーで、こうやってのは A の BX バーで、ABX バーっていうのが、こっち側が ABX のバーで、これが OK なので、これも OK。で、あとは、1の X バーっていうのが X バーとなることなんですけど、この左辺っていうのは 1x のバーイコール x バーですので、これも OK でこれも OK、 ちゃんと1から4番まで線形空間の条件を満たしているので、ちゃんと線形空間となるよということはチェックできました。はい。で、この後例を見ることにして、とりあえずじゃあいつも通り、順動形定理というような主張を見ていきたいと思います。で、もう主張自体は全部同じなんですけど、 fv から w で、これっていうのを線形空間というふうに、してあげたときに、V から W へ F というものがあるんですけど、標準的な、まあ、π というようなものが、あって、V 割るカーネル F。で、本来これはただの小集合なんだけど、カーネル F は部分空間であるので、割ったものは、空間となるよと。で、この部分集合で、部分空間としてイメッジ F っていうのがあるんだけど、ここに、プサイというような、なおかつ動形っていうのが、存在するよと。もうちょっと言うと、X っていうのを送ると、X バーに行くんだけど、これっていうのが、
FX に行って、これはイメッジ F ですので、FX に行って、プサイの X バーイコール FX となるような、この、同型プサイ VR カーネル F から、イメッジ F っていうのが存在するよと。ことが、これが、いつも通りの順動形定理というようなもので、この線形空間においても成り立つよということを言っております。順動形定理。で、証明自体に関してはまあいつも通りなんですけど、まあ一応繰り返しにはなりますが、一応前、チェックをしておきましょう。やることはもう全く同じです。まず、プサイは X を代表して FX というふうにしているので、これが well defined であるということをチェックしたいんですけど、要するに x' という x+w に対して、ψx バーイコール、まあ、ψx' バー、つまり、fx イコール fy っていうのをチェックしたいんですけど、カーネル f ですね。はい。x' イコール x+、まあ、v みたいな感じで、これはカーネル f の弦で書くことができるので、fx' っていうのは fx+v で、線形写像より fx+fv で、これはカーネル f の弦なので0で fx。だから、この演算っていうのが、ちゃんと well defined であるってことに関しては問題はありません。はい。で、じゃあ、こういうふうに、ちゃんと矛盾なく定義されていて、これが、ちゃんと同型であるってことをチェックしたいんだけれども、まず、前端者の順動形を言えばいいので、まず順動形であるってことを、チェックしたいと思います。つまり、ψの x バー足す、y バーっていうのが、ψの x バー足す、ψの、ψの x バー足す、ψの y バー。まずはこれをチェックするっていうのと、まあ、これ丸1で、もう一つが、ψの ax バーっていうのが、a のψ x バー。この丸1と丸2をチェックすればいいんですけど、丸1っていうのは、ψの x バー、x 足す y バーっていうのが左辺のことで、これっていうのが f の x 足す y で、fx 足す fy。これが左辺になります。で、右辺の方は、fx 足す fy のことですので、これが右辺のことですので、この左辺と右辺っていうのは、ものとしては全く同じですので、これは OK。じゃあ、丸2番として、左辺っていうのが、ψの ax のバーですよと。で、これっていうのは f の ax で、これは線形写像から a の fx。で、右辺っていうのは a の ψx バーなんですけど、これっていうのは a の fx のことですので、これとこれは一致するよということで、こっちも OK。つまり、順動形であるっていうことに関しては、問題がありません。だから、あとは前端者を言えばいいので、前者であるってことを、言いましょう。任意の、x という、まあ、イメッジ f の弦に対して、x イコール fx' という風になるんですけど、じゃあ、プサイの x' のバーっていうのが fx' なんだけど、x。任意に持ってきたときに、プサイなんとかという形で書けるので、これっていうのはイメッジプサイに入っているので、前者であるよということは言えました。では次、単者であるってことをチェックしましょう。で、これっていうのはカーネルプサイっていうのが、0ですので、0っていうのはカーネル F のことなんですけど、これをチェックすると。で、カーネルプサイが、こうであるっていうことですので、プサイの X バーイコール、0、つまり X バーっていうカーネルプサイから持ってきたとしましょうと。じゃあこれっていうのが、f の x イコール0ですので、x っていうのが、カーネル f に入っているよと。つまりこれっていうのは x バーっていうのが、カーネル f であるよということで、カーネルプサイから持ってきたときに、そういったのはカーネル f に一致するよということなので、角っていうのが、単位弦しかないよということで、これで単射性のチェックがおしまいで、こういう動形があるよということに関して、証明がおしまいです。はい。では、一個例を見ていきたいと思いますが、前回もまあ言ったような気もしますが、有限次元の場合は結局行列のによる積での話になるので、この話はもうちょっと深く掘り下げるので、まあなんかちょっと、さらっとした感じになってしまいますが、
なので、まあ、そんなに多くの例は与えないというか、もうちょっと、行列の理論っていうのをもうちょっと、やっていきたいので、とりあえず、今できることでやっていきたいと思いますが、K3 という XYZ、K3 の弦 XYZ から、じゃあ、例えば XY というようなものを、対応させるよと。一応これっていうのは、線形写像になるんですけど、まあ、こっち側に足し算しても、一番下の弦はもう無視するので、上側のこの2つに関して、線形写像であるよということを、チェックすればいいんですけど、まあそれは言えますよと。で、じゃあこいつっていうのを F というふうにしたときに、カーネル F っていうのがどうなるのかというと、XYZ で F の XYZ イコール、0になるようなもので、XYZ のうち、これってのは XY が00となるようなものですので、最初の2つが00となるようなものですよ。つまり、カーネル F っていうのは、まあ、Z、00Z で、Z っていうのが K に移るような、こんなようなものですよと。で、これっていうのが、まあ、一応 K と、まあ、K と、同じなんですけど、まあ、一応 K3 割る、カーネル F というふうに書きましょうか。一応これっていうのは00なので K っていうのを、K3 のまあ本当は部分空間みたいなのは、ね、見なせないんだけど、この00を経由して部分空間だというふうに見なすことができて、まあなので一応 Z から00Z からこの第三成分を対応させるということで、一応これが Z と同型になるんですけど、まあ一応これは K みたいなもので、じゃあイメージ F っていうのが、これっていうのはもう最初の2つ任意のものに対してその2つを持ってきてあげて、まあ何でも持ってきていいので、こういったのは K2 のまんまですので、ここの間に、同型がありますよと。で、具体的に XYZ のバーっていうのが、XY として、定めることができますよというようなことで、まあ、例えば、このような感じのことが言えるよ。これが順同型定理から得られるような結果であります。はい。で、いつもと同じような感じで、まあ、これの応用、まあ、一応プロップというふうに書きますが、一応これの利用例みたいな感じで似たようなものが成り立ちます。で、まず一つ目、ww' っていう v の、これを部分空間というふうにしましょうと。で、この時に、w+w' を、w' で割りましょうというふうに言ったときに、これ w を、w+w' で割ったものと実は同型となるよということがまず一つ目。まあ足したもの共通部分っていうのはちゃんと、空間となるよということは、部分空間となるよということは既にチェックしているので、それで OK。で、今度 ww-v っていうのをこの方眼関係で、なおかつ部分空間というふうにしてあげたときに、 v を w で割りましょう。さらに w' を w で割ったものっていうのは、v を w' で割ったものと、同型ですよというようなことで、まあ、こういうようなことが言えるよと。まあ、第二同型定理、第三同型定理というような形で以前書いたものと同じ主張でありますが、なぜかというと、まず括弧1番ですが、順同型定理を使ってあげればよくて、まあ、こっちから定めてあげた方がいいならこっちから書きますが、 W から W 足す W' で、こうやってのは X っていうのをそのまま X に対応させる、要するにこれっていうのは方眼写像というふうに持ってきてあげましょう。そうすると、ここっていうのが、まずこれっていうのは F というふうにしてあげたときに、イメージ F っていうのが、W になるよと。まあ、要するにこれ W の弦を、ここの世界で W の弦を考えるよってことを言っているだけなので、それはイメージ F っていうのはこうですよと。で、カーネル F っていうのがどうなるのかという話なんですけど、カーネル F っていうのがどうなるのかというと、ちょっと待ってくださいね。W から、W 足す W' 割る W' という風にした方がいいですね。はい。割る W' ですので、ちょっとここは変えます。なので、X に対して、X、
バーっていうのを、対応させるよというようなものを考えてあげましょう。で、これっていうのは、何をやっているのかというと、なのでちょっと一旦ワンクッション挟んだ方がいいような気がしますが、W から一旦 W たす W ダッシュへ、 X から X へ何も変えないただの方眼写像っていうのを持ってきてあげて、そこからこっちに W たす W ダッシュを W ダッシュで割りましょうというようなものを考えてあげて、これで X バーっていうのを取りましょうと。で、順動形順動形の合成は順動形なので、これは順動形で、この合成を F というふうにしましょうと。で、じゃあイメッジ F と W÷ カーネル F っていう、ここに動形があるよというのが順動形定理から言えるんですけど、じゃあまずカーネル F を計算しましょう。カーネル F っていうのはどういうものなのかというと、 X という、W の元で、 FX っていうのが、ここの世界で0ですので、 WFX っていうのが W' となるようなもので、 X っていうのは W の元で、 FX っていうのは何なのかというと、 X バー、つまり、まあ、X たす、W' っていうのが W' となるようなもので、 X っていうのは W で、これっていうのは X が W' に入っているよということで、 W に入っていて、なおかつ W' に入っているよということなので、 W かつ W' と同じです。つまりこれっていうのは W かつ W' と同じ、あとは前者であるよってことが言えれば、この動形が言えるんですけど、イメージ F っていうのは、この像で、なので、任意の、まあ、Y バーというふうに書きましょうか。 Y バーという、W たす W'割る W' への原点を持ってきてあげて、この Y っていうのを、もともと Y っていうのは W たす W' のとある原で、それの像というふうな形で書けていたので、 Y イコール X たす X' で、こっちを W の原、こっちを W' の原というふうに書くことができるんですけど、なので、Y バーっていうのは、こういう表記のもと、X バーという、この X という W の元を用いて書くことができるよと。つまり、ここ任意の Y っていうのを持ってきたときに、この X バーともともと同じだよ。この X バーっていうのは W の元ですので、その、X っていうのを持ってくれば、そいつは、Y バーを打つよということなので、ここっていうのは前者であるよということが分かって、W たす W' を W' で割ったものと同じだよ。ということで、この動形が言えます。次、括弧2番ですが、V÷W から、V÷W' へ、者を考えてあげるんですけど、こうやっての X バーというふうにしてあげて、まあ、同じく X バーで、ちょっとバーと書くと区別がつかないので、X たす W っていうのを、X たす W' というふうな感じで F っていうのを定めてあげましょう。で、一応 F っていうのは、一応 well defined であるってことは、チェックしなければいけないんですけど、つまり X' という、X たす W の元に対して、X たす W' イコール X' たす W' っていうのが、一致するのかっていうのを言わないと、これっていうのがうまく定義されていないんですけど、これに対して X' イコール X たす W という形でかけて、X' たす W' っていうのは X たす W たす W' で、この W っていうのは、W の元で、方眼関係として W' の方が大きいので、これは W' の元でもあるよということで、 X たす W' だから、これとこれが同じ、つまりこれが言えるよということで、 F っていうのが well defined であるってことはとりあえず OK で、この時に V÷W÷ カーネル F っていうのと同型で、イメージ F というようなものに移るんですけど、あとは、カーネル F とイメージ F っていうのを計算してあげればよくて、カーネル F っていうのは何かというと、X たす W で、F の X たす W、 これっていうのは X たす W' ですが、これっていうのが、0となるようなものですので、 W' と一致するようなもの、 X たす W で、X っていうのが、W' に入っているようなもの
で、なんとか足す W で、このなんとかっていう左側を持ってきているのは W ダッシュのことですね。これっていうのは W ダッシュを、W で割ったものですよということだから、カーネル F っていうのは V 割る W に対して、カーネル F は W ダッシュ割る、W ですよということで、左側がこう、あとはイメージ F がこうであるっていうことを言えばいいんですけど、2の、まあ、X たす W ダッシュという V 割る W ダッシュの弦を持ってきてあげたときに、X っていうのは V ですので、X たす W という V 割る W の弦を持ってきてあげれば、それを F で送ると、X たす W ダッシュに行くので、これっていうのが前者であるっていうのは OK。つまり、これっていうのは V 割る W ダッシュで、ここの間の同型が存在するよ。ということで、このプロポジションの証明がおしまいです。はい。ということで、まあ、これが順動形定理の、まあ、応用例みたいな感じで、ありますが、一応、まあ、ちょっと、関係ない話ではないんですけれども、あんまり、この先もそんなにしばらくは実を言うと出てこないんですけど、今までと違う点ということで、一応最後に残しておきたいと思いますが、FVW っていうのを、線形写像という風にしてあげたときに、今までっていうのは、カーネル F っていう、まあ一応もう一回書きますが、V の弦で Fx が0となるようなもの。イメッジ F という Fx。X っていうのは V 動くときの。この二つっていうのは今まで群とか間とかでも定義されていたんですけど、群とか間の場合は、正規部分群とかイデアルとかいうものがないと、割ったら、割って、群となるのか間となるのかって保証はなかったんですけど、線形空間の場合っていうのはもう常にその保証があるよってことが、言えているので、例えばこういうものを考えることができて、W をイメッジ F で割るよ。これ本来、群とか間の場合、ただの部分群ですので、イメッジっていうのは。ただ、ここでは部分空間において割ったら、ちゃんともう空間になるよということが言えていて、W 割るイメッジ F のことを、これをコカーネル F というふうに、書きますよと。で、これを書く。像というふうに言ったんですけど、これのことを余角というふうに、言って、逆に、じゃあ V 割る、カーネル F っていうのがあったんですけど、これっていうのを、コイメッジというふうに、コイメッジ F で、これを余像というふうに、言って、まあ、これっていうのもちゃんと空間となるよということが、分かっていて、なので、再びちょっと順動形定理っていうのを、書いてあげると、VWF っていうのがあったときに、ここにイメッジ F っていうのがあって、ここっていうのを V 割るカーネル F だったんだけど、これってのはコイメッジのことでありました。で、なので、コイメッジ F から、イメッジ F への同型があるよっていうのが、順同型定理と呼ばれるようなもので、まあ、なんかこういう、これっていうのは線形空間の話なんですけど、まあ、例えばこういうような条件、これっていうのは、どんな、ここのコイメッジとイメッジの同型っていうのが、言えるっていうのは、そんなに線形空間の場合では言えるんですけど、じゃあどんな、いろんな演算っていうのがあるんですけど、それで常に言えるのかっていうと、そうでもなくて、例えばこういうような、もうちょっと抽象的な見方をすると、まあ、アーベル圏というような話になってくるんですけど、その際の、一つの、まあ、アーベル圏の条件でこういうのが付加されたりして、まあ、今、だいぶ線形空間っていう一般的な状況を考えているんだけど、それよりも一個高次元の、一般化っていうのは圏という話があるんですけど、まあ、なんか、一応こういうような感じで、ありますよということであります。はい。ということで、今回は、これで終わりにしたいと思います。で、一応これで、大方流れとしては今までと同じような感じで、あとは、次回は直話とか直積とかいう話で、まあ、それも群とか間とかの話になったんだけど、それ以降は、やっぱり特有の話として、規定が取れたり、次元という概念があったりするので、改めてじゃあそういった見方をして、ちょっと線形空間特有の話っていうのを始めていきたいと思います。ということで今回はここら辺でまた見てください。バイバイ。